元メジャーリーガーの井川圭さん、変わり果てた姿で見つかる。お前は誰なんだ。大晦日の番組で伝説のメジャーリーガーって言われてたな。犬かな。ちょっと曲げた親指みたい。こんなもんやろ。デコ広いのに生え際頑張ってるやん。オリックス時代はすでにこんな感じだっただろ。オリックスの時の髪と頭が分離したようなのよりはマシ。もともとおでこが広いだけでハゲではないんだよな。何の集まりやねん。伊川以外も割と知らんメンツで草。そんなに言うから右下かと思った。ワイも右下かと思った。ポーカーの番組で草。なぜ引退した野球選手はブクブク太るのか、サッカー選手はみんなスリムなのに。オリ時代のスティービー・ワンダーのコスプレしてた頃大好き。